ルパンの娘がもっと楽しくなるお宝映像第4弾。熱狂的信者を生んだ大人気ドラマ、ついに映画化。2年に及ぶ愛と情熱がこもった超大作、感動のフィナーレ。なかなかここまで長く演じさせていただける役ってないので、すごく思い出深い作品。本当に楽しい現場だったし、なんか行くのが楽しみな現場っていいじゃないですか。悦子を演じることで新しい引き出しを開けていただいた。三雲としてまっすぐに進んでいく、その気持ちっていうのがこう映画の中で消化できた。もうすごく楽しかったですよ。自分にとっての その代表作の一つかな。人生の1ページ残るぐらいの宝物になりました。本当に傑作だと思ってる。2年ぐらい同じスタッフキャストとやってきましたんでね、一番楽しい作品だと。もっともっと演じたいなと思いながらクランクアップを迎えてしまいました。決して盗めない家族の愛と絆、全ての終わりに待ち受ける切ない真実、その結末にあなたの心も奪われる。さらにスケールアップしてルパンの娘描いてみました。ちっちゃいお子さんからあのお年寄りの方まで楽しいって思える作品だと思うので、さらにパワーアップしたものをお届けできると思います。劇場版ルパンの娘がいよいよ公開されます。この映画で少しでも皆様に笑顔になっていただけたらと思います。ぜひご覧ください。